続いての2作目なんですけどもね、もう時間がぐん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 いってますけどもね、あの2本目はですね、あの人 J.J. エイブラムスでね、スタートレックイントゥーダークネスですね。で、これはほらスタートレックシリーズが新しくリブートされて、まあやってるわけなんですよね、この間から。で、まあそれの2作目なんですけども、で前にスタートレックのこの、まあ、リメイクリブートされたやつの、今回紹介するやつの1作目を見たときにあんま面白くなかったわけで、その大ちゃん家で行ってみたときにさ、寝たんですよ途中で、かーつって言って、覚えてないって言ってね、そしたら大ちゃんにまた怒られて、なんでこんな面白い映画で寝るんだって言われて、こううるせえって、まあそれで喧嘩になったんだけども、で今回じゃあイントゥーダークネスをまた大ちゃん家で見に行く前にさ、ちょっとワン寝ちゃったからね、ちょっと見直しとこうと思って見直したんですよ。そしたらね、スタートレックの1がすっごい面白かったんだよ本当に。もう娯楽作品でさ、娯楽が全部詰まってる感じで、もうワク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 して見ちゃったわけで、いいなと思って、イントゥーダークネスに対して当然ハードルがあるわけですよね。で見たんですよ今回イントゥーダークネス。そしたらオープニングのシーンでもう綺麗なの、なんかどっかの惑星にさいて、あ、なんか火山が噴火しちゃうと、あの惑星が滅びるっていう惑星に主人公たちがいてさ、そこで調査してるところが始まるんだね。でその現地人みたいに追っかけられてるとこから始まるんで、インディ・ジョーンズみたいに。でそこでその惑星ってのは不思議な惑星で、こうなんか木とかがね全部赤いんですよ。でその赤い木の森の中で、その現地人っていうのがさ、白いこう肌を持ってさ、なんかこうちょっとこう岩みたいな肌を持った現地人がこうわわわわわって追っかけてくるんだけど、その赤と白のそのコントラストっていうか、それが綺麗でさ、いいなと思ってワク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 して見ていくわけで、前作のキャラが全員出てるから、全員知ってるからね、こっちは。お前元気だったかって気持ちになって見るわけよこっちは。でそれで始まってって、で今回 の, その敵役ってのが、あのね、あの人ベネディクト・カンババーチっていう、あのすごい今人気ある役者さんが、まあその地球軍に対してその宣戦布告を仕掛けてくるっていう、まあ、そういうお話なんですけどもね。でこれがさ、カンババーチ出てきてかっこいいんだよって、はぁどうなってくんだろうと思って見てくんですけども、見てくうちにですね、なんかカンババーチさんは素晴らしい役者さんでいいなと思ったんですけども、なんか話の規模が前作に比べるとちっちゃくて尻つぼみだなってい う, こう印象でね、点数つけるとですね6点ぐらいって感じですね、10点満点で。うん、見なくていいですこれは本当に。いやね、世間じゃね、アメリカのレビューなんかじゃさ、ベネディクト・カンババーチ世紀の悪役なんて言うけども、我々3人の意見としてはですよ、悪役ってのはやっぱり逆者のシャーか、あのダークナイトのジョーカーだけで十分なんだよってのは、まあ我々の意見なんですよ。後の悪役は全部つまらないっていうのがありましてね。でやっぱそういうの見ちゃう後だと、カンババーチさんがね、いろいろ、いろんなこう思いがあってその地球軍に、まあ、戦いを挑むんだっていう話を聞いてもですよ、そんな理由なんかちっちゃいじゃないかってのが言いたくなるんですよね。てめえの都合なんか持ち出さないでくれってのが、まあ見てて思うわけで、昔あった任務でちょっと今放棄されて自分の行き場所がないっていう、こう思いを抱えて、まあ挑んでくるわけなんだけど、でカンババーチさんが泣くんですよ、その自分の思いをこう告白するときにね。でこっちは涙をうって感じるわけで、これはさ、カンババーチさんの演技のみが素晴らしいから感動するわけです。カンババーチの演技が素晴らしいから、キャラとしてはちっちゃいからなんかつまらないなと思って見るわけですよ。なんかその理由がさ、ちっちゃいじゃない、なんかこう自分の思いをどうしたらいいんだろうってこのぶつけてくるっていうのがさ、てめえのその気持ちのせいでこっち大迷惑だよって一言言ってやりたくなるじゃん。だから主人公たちもいいやつだなんて途中で思ったりするんだけどさ、いいやつでもなんでもない、ただのわがままだよってこう言いたくなるんだね。でこれをさ、世紀の悪役っていう評価するこの批評家の情けなさね、つまりもう我々っていうのは、我々っていうか僕の意見ですけどもね、もうやっぱり
外人ってのも地に落ちたってのが、まあ、最近よく感じるところなんですよ。もう映画とか作らなくていいってのが意見としてあるわけ。あの今先週も言ったけど、アラビアのロレンスずっと見続けてりゃいいんだからっていうのはあるわけ。あんな見事な作品ねえからもういらねえんだ映画なんか。アベンジャーズもつまらねえ、アイアンマン3もつまらねえと。でアクション映画で肉弾戦するんだったらですよ、まあ、ボーンアルティメーターみたいなそういう珍しい作品もありますけどもね、素晴らしい作品も大体気合い入れて作った作品なんかつまらないんですよ。もう外人も利用できないよね、その思想とか雰囲気っていうものもさ。気合い入れて作った作品がこんなちっちゃいレベルのこと言ってるって思ったらまあ悲しかったのと、あとやっぱ J.J. エイブラムスっていう人はすごく評価されてるけども、何か一つこう自分の個性なりこう魂っていうのを込められない人ですね。だからそういった意味じゃこうスピルバーグの二番煎じっていう感じで、もうちょっと気合い入れて作んなきゃダメだよってこう言いたくなったっていう気持ちになりましたね、本当。だから J.J. エイブラムスね、その編集がうまいだとかユーモアでいいだろうって言っても調子乗って評価されてるかもしれないけど、あの本当の映画好きはてめえなんかまだまだダメだっていうところで頑張れっていうこと言いたいんで、なんでしょうね、どういう映画作ったらいいんでしょうね。やっぱりあれでしょうね、資本と思いっきり喧嘩するぐらいの気持ちがなきゃダメでしょうね。それこそ4時間ぐらいの映画作っちゃってプロデューサーから1時間半にまとめろって言われるぐらいのような戦いをくぐり抜けなきゃ本当の映画作家にはなれないと思います。はい、というわけで J.J. エイブラムス頑張るっていうエールを込めましてね、まあカンババーチさんの演技は素晴らしかったんで、なんて言うんでしょう、今カンババーチブームが起こってまして、今シャーロック見てますけどね、だからカンババーチュに出てくるとこだけ早送りして見てください、これは。はい、というわけで今日の2作目はですね、スタートレックイントゥーダークネスでした。